皆さんごきげんよう、さくやです。今回はこの私が主役の東方ルナナイツをやっていくわよ。このゲームはメトロイドバニア系のゲームとなっているわ。ストーリーもよくできていて、ゲームシステムもいい。はっきり言って神ゲームよ。それじゃさっさと始めていきますか。それじゃ新しく始めてと。やっとこの時が来たわ。さあ、私の世界を始めるわよ。覚悟はいいわね。昨夜、ここは一体、いや、昨夜聞こえるかしら。昨夜ここは私の空間よ。その声はお嬢様。空間とは一体何なのです？ここは幻想郷を元にして作った魔の空間。何もかもが本物と同じなのよ。だけど、まさか天候まで同じにするなんて。パチったら余計なことをしてくれたわね。ここは幻想郷ではない。そうよ、私が用意した数々の試練を乗り越え、私の元までたどり着いてみせなさい。また手の込んだ遊びを考えられたものですね。ふふ、素敵でしょう。あ、そうそう、あなたの能力に制限をかけさせてもらったわ。制限？時を止める能力のことですか？そうよ、強くてニューゲームなんてつまらないじゃない。今のあなたは時を止める能力を十分に使いこなせないはずよ。は、はあ、そういうわけだから昨夜私を楽しませてちょうだいね。やれやれ。どうやら一筋縄ではいかない遊びになりそうね。ということでようやくスタートよ。一応やり込んだけど説明文を読んでいきましょう。よし、それじゃ早速行っちゃいましょう。ここはいつものあれを使ってか。危ない危ない、この技知らない人が大半だからちゃんと説明しないと。というように時間の流れを少しだけ遅らせるようになるわ。今のは一体どこかで見たことある形だったけど、お初です登場。これで浮気した。え、あなたは確かヒエダノア級よね。あら、こんにちは。こんにちは。じゃなくてこんなところで何をしているの？特に用はありませんよ。疲れたから休憩しているの。そう、気配が妙だわ。きっとお嬢様の空間が作り出した偽物ね。ところで、ここであったのも何かのご縁。よろしければ記録をつけましょうか。ああ、あなたは記録をつけるのが得意だったわね。何があるかわからないし、お願いしてもいいかしら。わかりました。では、そこの公衆電話から電話してください。公衆電話？そこの緑色の箱です。まずは試しに使ってみてください。もしもし。あれ、この箱からアキューの声が。まあまあ細かいことは気にしない。こうやって電話をかけてもらえれば記録できますので、どんどん使ってください。まあいいか、ありがとう、利用させてもらうわ。よし、これでセーブ完了。どんどん進んでいくわよ。アップな、今の結構ギリギリだったわね。とりあえず上に行きましょう。向こう側にあるカードみたいなものがスキル。あれを取るといろいろなナイフ技ができるわ。今はまだ取れないので無視して進むわよ。ここはさっき習得したスネイルを使ってと。よし、突破。このようにいろいろなギミックが仕掛けてあるわ。よし、もう1レベルアップ。隠し部屋開放。時々部屋に隠し部屋になっているところがあって、そこの入り口を攻撃すると壊れるわよ。
よし、これで MP の上限が上がったわ。この人がまた地下で貫通してくるの厄介ね。あれ、ここ進めないわね。どうしようかしら。あ、思い出した思い出した。あれ回収してこないと。ここの上に行ってあるものをもらわないと。テスト飛行は成功だね。あなたは確か。ニトリよね、その乗り物みたいなのは何かしら。これ、私が作ったロボットだよ。はぁ、ところで人間、こんなところで何をしているのさ。このニトリも気配からして偽物ね。でも、何か存在する意味があるんだわ。ちょっと会話に付き合ってみよう。いろいろと事情があるのよ、そっちこそ何をしているの。こいつのテスト飛行をしながら商売ってとこかな。商売？そう、商売。例えばお客さん、こんな時計はどうだい？時計？ね、悪いけど愛用のものがあるから必要ないわ。もらっておいた方がいいよ。お客さん、今自分の能力を使いこなせないだろ。どうしてそのことを。こいつがあれば、時を止める能力を制御できるようになるぞ。こいつには強い魔力があってね、きっとあんたの能力も使えるようになるはずさ。とりあえずお近づきの印にタダでいいや。こいつはあんたにしか使えない気がするんだ。はぁ、まあタダでいいならいただいておくわ。ということで、これで時を止められるようになったわ。それじゃ、これは私の時を操る力を制御できる。まだまだ私の本来の能力じゃないけど、仕方ないわよね。道具の力に頼るのは尺だけど、今はこれを使うしかないわね。おいしい。これで体力も魔力も全回復ね。泳んで出に上がった。それじゃさっきとさっきの場所まで行きましょう。こんなところに風呂？時を止める力を水中で使うと固まってしまって動けなくなってしまうわ。注意して進まないといけないわね。この通り固まってしまうと、それでここも無事突破できたし、どんどん進むわよ。ここって男湯と女湯つながってるの？あ、そういえばさっき壁壊れていたわね。上下どっちに進もうかな。やっぱり下でいいや。地下への入り口発見。その前に左側に行って、よし解放。このワークゾーンは結構使っていくから解放しておかないとね。次は右か下どっちに行こうかしら。先に右行っちゃいましょう。もしもし、人間。え、その声はニトリ？どうしてあなたが電話に。何を言ってるの。その電話を設置したのは私だよ。そうなの？時計は役に立ってる？とっても役立っているわ。それはよかった。
ところで店の準備ができたからいつでも来てよ。はい。だから、役立ちそうなものを揃えておいたから買いに来てね。時計あげたでしょ？お金を持っていないんだけど。宝石を持っているだろう？それを買い取ってあげるよ。宝石？あ、道中で拾ったこれね。それは貴重な資源だよ。とても価値があるんだ。ふーん。これでいいなら近いうちに寄らせてもらうわ。ということでニトリショップをオープンしたわね。先に説明させてもらうと、ニトリショップは時を止められる時間の延長、どこでもニトリショップを呼び出せるアイテム、 HP、MP、AP を回復できるアイテム、時を止めてる最中に投げれるナイフの数を上げたりなど、冒険でかなり使えるアイテムを売っているわ。他には大量のお金が必要になるけど経験値が買えたりもするわ。ということでさっき来た部屋に戻ってきたので、次は下の方に進んでいくわよ。ほんと人玉攻撃しづらいわねー。そして自販機発見。少しでもいいから HP を回復していくわよ。ここ難しいわね。よし、なんとか突破。この敵はなかなか厄介だから先に倒しておかないとね。あ、しちゃった。敵よりも地形ダメージの方が大きいから気をつけないと。あ、すごい今更だけど投げたナイフを回収すると少しだけ MP が回復するわ。そしてこの先に確か隠し部屋が。ふっふ、本来ここは後々手に入る能力を使わないと取れないのだけれど、まあやり込んでる私ならこれを今取れる方法があるのよね。よし、行きますか。今何をしたかというと、本来ジャンプ力が足りなくて届かないのに、空中で下向きにナイフを投げることによって無理やり対空し続け、そのまま動いて取ったというわけよ。要するにかなりの力技。確かこの上に公衆電話があるから、一応セーブしておいて先に進みましょう。それでさっきのところまで降りて右に進んでいきましょう。よし、ここでついにあれが手に入る。よし、この先に第一の能力、スライディングがあるわ。この能力をゲットすると高さが低いところでも通れるようになるわ。ということでそろそろ時間もいい頃合いなので、今回はここまでにしましょうかしら。このシリーズは高評価が10個以上ついてくれたら続きをやるわね。まあ高評価10いかなくてもやるんですけどね。ということでチャンネル登録していってくれると嬉しいです。それと誰もコメントしてくれないから、みんなコメントしてください。お願いします。次回は VS○○ ということでよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。できれば他の動画も見ていってね。